姉ちゃん、あんなうちたった一人で怖くねえけ？何言うけ？怖いことあるもんけ？父ちゃんも兄ちゃんもいなくて寂しかっぺな。帰ってくればいいのな。だけどもうダメかもしれねえって。船が出たらもう半時もなるけんな。うん、きっとこの前のしけで。誰だ！誰だそんなこと言うな。だって村の衆なんかに分かるけ。こら、なんだおめえは、なんだおめえは泥棒みてえに人の後ばっかつけおって。いや、いかんですか。実は素晴らしい縁になると思って何度も言うように僕は。何度言うてもおら断ったはずだ。君、こんなものを書きおって。何ですって君を。ちょっと待ってくれ。今度この辺がついたら承知しないぞ。今日は遅いございますね。はい、今日は職員会議があったもんだから。あ、先生。え、ちょっとま聞いてくださいましよ。何です。今日戸崎んちの浜っ子が島田さんの手に食いついたそうですがな。食いついた？それはまた。先生からいっぺんよく言うてやってくださいよ。本当に生涯でってあらしません。せっかく東京から来なすった方によ。一体どうしたの先生。本当にお願いしますだよ。おや、島田さん、どうしたんです？もう引き上げですか？ああ、今夜の夜行で引き上げようと思いまして。今夜？
まあ、どうも長い間いろいろと。いやいや、後ほどちょっとお伺いします。どうぞ。千代、先生にお茶あげな。どうだい、浜のケーキ屋。おや、おいでなさい。東京はどうだね。どうにもこうにもねえや。ちっとは回してくれよ。相元の弟が魚してて魚がねえってんじゃ話にも何にもなりゃしねえや。姉さん、なんとかならねえかい。なんぼ弟でも、そうはいくまいね。へえ。兄貴はどこだい。船着きにいるはずだよ。よし、来た。じゃあ今日は一つ談判して、どうしてもマグロ、五六本。そうだ。じゃあ姉さん、娘っ子の生きのいない一匹いねえかい。娘っ子？何するだね。何ね、出入りの屋敷で女中頼まれてんだ。誰か行くやつはねえかい。さあ、今はねえだろうね。弱ったね。どっかいねえかね。長年のお得意様なんで、何とかしてやりてんだかね。そうさね。まあせいぜい心当たりを考えててくんね。俺は一っ走り行って兄貴に会ってくる。そうですか。それはちょっと驚いたでしょう。あの娘は私も教えたことがあるんでよく知ってるんですが。何、大したことじゃないんですよ。僕はむしろあの野生的なたくましさの中に何か素晴らしいものがあるような気がして、それを書きたかったんですけど、残念なことしました。ちょっと失礼します。どうぞ。大体気の強い娘だったんですが、半年ほど前にあの娘の父親と兄が沖へ出たまま行方不明になってしまったんです。お、母親を幼い時に亡くしたんで全くの一人ぼっちになってしまったんです。ああ、それはかわいそうですね。相当唾液も大きかったんですが、それよりも村の人に同情されるのをひどく嫌がりましてね。なるほど。ああやって一人で頑張ってるんです。おで、生活の方はどうしてるんですか。それは網を引いたり魚をはがんだりすればやれないことはないんですが、いつまでやってるんですかね。僕も心配してるんです。なんだ、おかみさんけ。冗談じゃねえよ、本当に。そんなものぶっくらったら死んじまうじゃねえか。だって何か用け。ちょっと相談があってな。
上がらせてもらうよ。とにかく立派なお屋敷なんだ。給金はもちろんいいし、行儀作法から料理まで何でも教えてくださろうってんだ。俺もこれはいいと思うだがね。いっぺん東京祭だと女っぷりはよくなるし、行儀は覚えられるし、こげんなとこに一人暮らしてるよりどのくらいか知んねえよ。先生も行けってのけ。行ってみたらどうかな。違った暮らしを経験するということは悪いことじゃないからな。やだ、おらやだ、おらここで父さんたちの帰ってくるの待ってるだ。そんなおめえ当てにならねえことをまず言うたって。嘘だい、帰ってくる、きっと帰ってくらい。おらおらおら東京なんか行くもんけ。悲しむ気持ちはよくわかるよ。しかし人間というものは諦めると同時に立ち上がるということも大切なんだよ。みんな君のことを心配してるんだ。僕だって君の兄さんとは幼な友達だし、親友だし、君に悪いことを勧めるはずはないじゃないか。そんな先生、オラが東京行ったらどうなるべ。オラに勤まるべえか。勤まるとか勤まらぬとこじゃない。新しくいろいろなことを覚える。そのうちにはいいこともあるだろうし、悪いこともあるだろう。しかし君にはそれを見分ける力があると思うんだ。先生がそう言うなら、ほら行くよ。どこへだって行くよ。これからおめが奉公に行く牧博士のお屋敷だ。お手紙かな。これはこれはお手上げでございますか。奥様、女中が見つかりましたから連れてまいりました。ああ、そうですか。それはご苦労様でした。あの人ですか。あの子なんでございますよ。じゃあ私たち親類の結婚式行くとこですから。おお、そうなんですか。いいね。じゃあお前。かしこまりました。いらっしゃいまし。坂田さん、ご飯なさいよ。おい、来た。おこっちへんな。お母ちゃん、いらっしゃいよ。こっちはその送別会やるんだからさ、いらっしゃい。そう。お千代ちゃんいつ立つの。今夜の夜行で立つのよ。じゃあちょっとだけやっておこうか。あ、おふみさん、いらっしゃい。こっち屋さんの送別会やる。いらっしゃい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 。おお、そうそうそう。
何にもないけど今日は盛大にやってちょうだい。これ大したもんだね。何かい？これはみんなお前さんたちが。当たり前よ。いくらなんでもおつやさんの送別会じゃないの。私たちに出し合って買ったのよ。おつやさん、あんたお嫁に行くんだろ。嘘よ。うちに手当たりないから帰るのよ。どうだか。いや、ほら、かくなりバカバカ。いいね、年頃ってのはまったく。あ、こっちいらっしゃい。お、こっち来ね。お、食いね、食いね。え、魚屋さん、紹介するもんよ。あった、書いてあるかりしたい。うん、この子はお浜ちゃんってんだ。何しろ浜で育ったんだから、生きのいいことは無理ってもんだ。まあ、あ、よろしくお願いしますよ。お浜子、挨拶しねえ、挨拶。え、いいかい。この人はお峰さんってんだ。勤続13年この屋敷の、主みたいなもんだな。それから、こちらがおゆきさん、これでも女学校出て行儀見習いに来てる、ヒステリーだ。インテリーだよ。あ、そうそう、そのインテロだ。それから、こっちがおつやさん。今夜田舎行けちゃうの。その代わりがおめえってわけなんだ。魚屋さん、私も紹介してよ。こっちはお向こうの絶夫さんだ。それから、こっちは五六軒先の何でも恐ろしく子供のあるの絶夫さんだ。おふみさん、あんたんとこも大変ね。私とても体が続かないわ。ああ、田舎に帰りたいわね。こんにちは。あ、おたまちゃん。いや、これお願いします。はい、ちょっと寄ってらっしゃいよ。でも叱られますから。いいじゃないの。なんでだよ。でも本当に叱られますから。じゃあおつやさん、お達者でね。ありがとう。あんたもね。じゃあごめんください。あの子もかわいそうにね、いつもビクビクしてさ。どうせあれ、うん、親父がいけないんだよ。しょっちゅう給金の前借りに来てね、聞かなきゃ芸者に売っちまうと脅かすんだよ。もっとわがなさいよ。ほら、たくさんのよ。あ、そうだ。おい、くんね、くんね。あ、そうだ。おめえもこっちに寄ってくんね。え、うん、そう。じゃあ、これ挟んでちょうだいね。これ持ってくのけ？で、どうすればいいんだ？持ってけば、あとはお峰さんがやってくれるわ。時は物を下に置いて手で開けるもんですよ。そうけ。うん。ご返事の時ははいというものよ。はい。なにその顔は。まあ何をすんのこの子は。蚊が止まってただよ。ほら、こんなに血を吸って。憎いやつだね。もうここはいいから、あっち行って庭の掃除でもなさい。はい。峰や、何しろ田舎もんで何にも知らないんだから、お前たちがよく教えてやらなきゃダメですよ。はい、それはもうよく言い聞かせてございますんですけど、本当に愛すいません。ああ、藤らしいよ太平洋で。おや、どれだろう。お浜じゃないかしら。なかなかやるわ。
面白い子じゃの。峰屋、行ってやめさせておくれ。嫌、はい、だね、あんな歌を歌って。いいじゃないか、面白い歌だよ。お父様、ご近所に悪いわ。峰屋、行って止めておいてよ。はい。肌は黒いが心は桜、知って寄せるか海のさ。お母さん、そんな歌歌っちゃダメよ。歌っちゃいけねえのかね。当たり前じゃないの。ここはお屋敷の中よ。そんな下品な歌歌うんじゃないのよ。何？聞かんって聞かんのか。何するだよ。危ねえっちゃ。危ねえよ。危ねえ。ばあ、ばあ、うんうんうん、ねえ、やめた、ねえ、やめた、嘘つくな、このガキ。何するのよ、浜さん。乱暴すんじゃないのよ。何もしやしねえよ。危ねえから止めただけじゃねえか。坊ちゃんに逆らう人があるかね。おっしゃる通りにするもんだよ。そんなことしたらろくな子にならねえだよ。余計なこと考えないでいいのよ。とにかくたった一人の大事なお坊ちゃんなんだからね。何でもはいはいって聞くのよ。俺らには分かんない子だな。この靴にはこの墨を塗って、この靴にはあの墨を、こうやって薄く塗って少し乾いたところでこのブラシで磨くのよ。うん、じゃあね。はい、こんにちは。あ、お、君は。この野郎、何しに来やがった。放送先までつけてきやがって。蹴れ蹴れ。いや、何を君そんな。蹴れったら蹴らないか。お浜さん、どうしたっていうの。この方お客様よ。こいつがけ。なんて失礼な真似すんのさ。あの方お嬢様と結婚なさる方なんだよ。あいつがけ。だって、あの人はオラが田舎いるとき、オラの後ばっかりつけてきやがっただよ。へえ、そうかい。それで、あんたにどんなこと言ったの？どんなって、オラの姿がいいとかなんとか、変なこと言いやがったから、オラ食いついてやっただよ。食いついた？それから、どうしたの？そんだけだよ。本当にそれだけだい？当たり前じゃねえけ。東京に奉公に出たとか聞いてましたけど、まさかことは思いませんでしたよ。でも少し変な子なんでございますよ。本当に失礼いたしまして。いえ、そうじゃないんですよ。実に純真で、まるで海の中から生まれたような子ですよ。健康で素朴で、そして劇場を持ってて素晴らしいもんですよ。まあ大変なお気に入りようなのね。ゆき、浜を呼んできてちょうだい。あの、私どもは気がつきませんで大変に失礼いたしました。お許し願えませんでしょうか。いえ、何でもないんですよ。そりゃいいのよ。だから黙って呼んできた。はい。とにかくあんたが変なことするとみんなこの私が叱られるんだからね。気をつけてくれなくちゃ困るわよ。うん、はいって言うもんよ。言葉から直さなきゃダメよ。お浜さん、お呼びよ。いらっしゃい。そらごらん。どうも大変失礼しましたってよくお詫びすんのよ。うん、うんじゃない。はいだったでしょ。はい。大変失礼しましたが、
何でもないんだよ。ねえお浜、この方がお前の絵を描きたいとおっしゃるから描かせてあげなさい。ほら嫌だそんなこと。別に辛くないのよ、漁師のなりで立ってるだけよ。漁師ののりは魚取るときにするもんだ、絵の手本じゃねえだよ。お金もくださんのよ。そんなことして金取って何になるだ。金なんか働きゃ取れるもんだ。のり子さん、もういい加減にしておきなさい。だってねえお浜、この方大変お前を気に入ってるのよ。何言ってんですのり子さん。だってさっきそうおっしゃったじゃないの。ほら変なこと言われるの綺麗だよ。浜、その顔は何です。あっちおいでなさい。どうだった、叱られやしなかった。くだらないことばっかり言うね。よっぽど暇人だよ。掃除したの誰？あ、お浜さんにしてもらったんですけど、まだ慣れませんから。何かこう置いといたハンドバッグがないのよ。まあお金は30円ポッチだからいいんだけど、おじさまにいただいた珍しいハンドバッグなのよ。でもまさかお浜さんが。わからないわよ、田舎者は珍しいものを見ると欲しくなるかもしれないわ。そんな人じゃないと思うんですけど。とにかくよく調べてちょうだい。はい、じゃあこうしてちょうだい。調べてみろとおっしゃるのよ。じゃあやってみたら。だってそんなことできないわ、いくらなんでも。だって言いつけならしょうがないじゃないの。でも言いつけだって私にはできないわ。じゃあ私がやってみましょうか。でもそんなひどいこと。いいわよ、貸してください。坊ちゃんのお部屋が全部散らかってるのよ。ちょっと片付けてね。はい。ハンドバッグがなくなったもんで、私たちみんな疑われたのよ。へえ、じゃあオラは試されたのけ。ごめんなさいね、お嬢様の追いつけだったの。
どう浜さん、もう使い慣れた？慣れたことは慣れたけど、変だね東京の人って。どうしてさ、奥さんお嬢さん揃って働きゃ女中なんて3人もいらないと思うがね。そうなんだよ、うちなんかひどいもんだよ。奥さんも旦那も何にもしないで毎日ブラブラ退屈して、ご飯から洗濯か犬世話までやらせるんだからね。犬もけ？うん、そうなんだよ。私はね、近いうちに辞めるつもりなんだよ。辞めてどうすんのけ？工場で働くのさ、もっともっと非常時になってごらんよ。おかしくて報いの世話なんかしていられるかってんだ。あ、おふみさん、どうしたの？生まれ苦しいもんで、今お医者様へ行ってきたとこなの。まあそりゃいけないわね。あんた歩けるの？おぶってってやろうか。大丈夫よ。あん、ダメじゃないか。どうしたんだ。いいの、ありがとう。大丈夫よ。うち入って休まないとダメだよ。本当にありがとう。もう何でもないわ。大丈夫って？じゃあ無理しないね。気をつけてね。大丈夫だ。ヘランス、何するつもりなのよ。ダメじゃないか、そんなことしちゃ。本当に大丈夫なのよ。旦那様は失調だし、奥様は病気でしょ。私がやらなきゃ他にやる人はないのよ。だってそんなこと言ったって、これ以上悪くなったら困るんじゃないよ。そうだよ。さあ、ここはオラがやったんやから、うん、そんなこと。あんたも叱られるわよ。いいだよ。さあ、ダメよ。この人流しとくと困るわ。困るわ。困るわ。いいんだよ。ダメなの。奥さんに私はやってやるから。ね。言ってることは逃げてやるよ。おい、ゆずるの家を洗濯してろ。あの人、マスターのところの姉やさんよ。どうしたの？おふみさん、病気なんだよ。みん、手伝ってくれるの？そうだよ。坊ちゃんたち遊んでんなら手伝ってくれんかね。だってこれからセミ取りに行くんだもん。セミなんぞ後でいくらでも取ってやるよ。ほら、うめえぞ。ほんとかい？手伝おうか。うん。どうすればいいんだ？あ、坊やはポンプがかり。あとの3人はあの皿を持ってきて、ゆすいがさりだ。はい。あ、そうだ、坊ちゃんたち手伝うかね。このうちの女中さん、病気で困ってるんだ。どんどん、僕たちパスボールするんだよ。後でオラが遊んでやるよ。オラはパスボールでも何でもうまいぞ。本当かい？じゃあ、手伝おうか。うん、うん、じゃあ、どうぞ。どうぞ、どうぞ。金ちゃん、あっち行って縄を持ってきて。お前とお前は竿を持ってきて。あとの子、みんな急いでくれ。人だね。あのね、お母さん、僕どうしてもあの人と結婚した方がいいんでしょうか。そりゃお前、お父様が生きてらっしゃる自分からのお約束なんだし。そりゃそうですけど。何か気に入らないところでもあるの？なんて言うのか、どういうのかな、
そりゃお前誰にだって欠点というものはあるんですからね。それにお父様同士親友で、お前だって初めは喜んで承諾したんだからね。それにあの人だって根はいい人なんだから、なるべくならね。まあじゃあちょっと行ってくるよ。行ってらっしゃい。病気だってことは聞いてたけど、姉やちゃんもどうかしたのかね。ねえお母さん、うちでもお手伝いに行かなくちゃいけませんね。そうだね、本当にうっかりしてたね。泣くんじゃね、泣くんじゃね。ほら、弱虫、こっちを見な、こっちを。いいか、男ってものはな、泣きてる時に笑うもんだ。坊ちゃん男だろ。さ、笑ってみな。そうだ、その調子、その調子。偉いぞ、偉いぞ。そうだ、いい気持ちだろ。もっとやるべ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 。いいかい、あんたはうちに奉公してる人なのよ。うちの仕事ほったらかしてよその仕事するとがあるかね。だっておふみさん病気なんだよ。それで困ってたから手伝ってやったんじゃねえかい。それじゃなぜ子供と遊んでたのさ。うん、そりゃ手伝ってくれたから遊んでやったんだよ。あんたはこのうちの雇い人なのよ。このうちからお給金もらってんのよ。それとこれとは違うよ。なんてことだろう。もう私じゃダメだ、奥様に言っていただくから。お峰さん、およしなさいよ。そうガミガミ言ってもダメよ。だんだん覚えてくるんだからさ。ガミガミ言ってはしないけどさ、あんまり強情だから。お互いに奉公してるんですもん。仲良くしましょうよ。ほらの田舎じゃな、みんなそうするよ。でなきゃ魚は取れねえし、嵐にでもなりゃえらいことになってしまうだよ。田舎と東京とは違うよ。ユキ、まだなの？はい、もう少しなんでございますけど。ダメじゃないの。それ明日学校へ出すのよ。遅れたらお天が悪くなるじゃないの。はい、すいません。今夜中にやって明日の朝きっと間に合わせますから。随分のロマね。じゃあきっとやっとくのよ。はい。なんだよ、おゆきさん、それお嬢さんの宿題け。そうよ。何をしてるのかね。あれ、旦那様。何ね、こんなに辞書があるのに高い野菜買うのもったいないと思いまして。お、君はお百姓もできるのかい。できました。面白そうだな。旦那様もおやんなせましよ。うん。
どれどれ。ダメだね、そんなヘッピリンゴしじゃ。こうするだろ。うん、そうか。うん、うん。どれどれ。その調子、その調子。ああ、肌は黒いが、心は桜。知ってよ、すらか、海の幸。波の運動で、心が揃う。その拍子で、母さん。まあ、旦那様、お浜さん、そんなこといけないってのは分かんないの？かまんかまん。でも旦那様、あ、お浜さん、奥様お呼びよ。はい。しかし空いてるところを畑にするのはなかなかいいじゃないか。悪いとは申しませんわ。でも何も女中の花跡に合わせてくわふらなくたってよろしいじゃございませんか。いかんかな。ご主人はご主人らしく威厳というものを保っていただかなくちゃ。しかし歌ってもらった方がなかなか調子が出るんだよ。おみなはまたいらんことを中心したもんだ。お浜さん、どこ行くの？そっち休んだら、ここ手伝うのよ。こんなにたくさんあるのよ。私、心配なんだけど、ちょっと見てきちゃいけないかね。うちにこんなに仕事があるの、わかんないの？余計なおせっかいって悪口言われるぐらいのオチなのよ。何の得にもなりゃしないわよ。ちょっと、浜さん。これ出してきてちょうだい。あ、出してくるわ。すぐ帰ってくるのよ。道草食っちゃダメよ。はい。あんたが行きゃいいの。ちょっとぐらいいいじゃないの。何も悪いことするわけじゃないし。あんたがそんなこと言うからあの子つけやがんのよ。でもね、もう少し仲良くしてやってよ。ひょっとすると私、近いうちにお暇をいただくかもしれないのよ。あら、本当？ええ、うちから奥様の方へ手紙が来たんですって。じゃあいつかの縁談？ええ、今年中にって向こうが言うらしいの。あら、そう。そりゃそりゃ。でもあんたがいなくなるとまた私忙しくなるわ。だからお浜さんによく教えてあげてよ。教えたって言うこと聞かないんですもの。あの子と来たら強情だから。で、誰もいねえのけ？ええ、そりゃいけないね。まあ、何をやってるんですか。本当に変なことございますよ。そうかねえ、うん、あんまり変な真似をするようなら断ろうかね。でも、そうなるとまたお前たちが忙しくなるしね。よかったな。さあ、これでいいだろう。じゃあ生まれそうになったらすぐ呼びにおいでね。飛んできて手伝うから。だけど夜だと困るな。あ、そうか。じゃあ口笛吹けば出ていくよ。
仕事？ええ。あら、よく似てるわ。やっぱりお浜の絵思い切れなかったのね。これならモデルいらないじゃないの。僕の描きたいのはこんな外面的なもんじゃないんだ。この子の持ってる精神なんです。本当にそればっかりかしら。私この子の顔だって割にいいと思うな。芸術家の感激なんておかしなものね。ねえ、いこうさん。あの子のやること少し変じゃない？だって理由があれば別に変なことないでしょ。どんな理由？君に話してもわからんな。まあ大変なのね。それじゃあ今日の私との約束なんかすっかり忘れてらっしゃるでしょ。何でしたっけね。まあいいわ、精一杯仕事なさるといいわ。気が向いたら後からいらっしゃいな。まるのか？今サンバさんいたけど嘘言っていないんだよ。そう？それは困ったな。他にないの？知らないんだよ。どうしようか。困ったね。まあ行こう。どうしたの今頃？あ、島田さん、どっかにサンバさんないかね。サンバさん？今生まれそうなんだよ。一体誰が？誰でもいいんだよ。サンバさんがいるんだよ。サンバさんと、この辺にサンバさんどこだっけな。遅いな。どうぞ。間に合った？よかったよかった。どうぞお願いします。大丈夫ですよ。慌てなくたってね。私が来たからにはもう安心です。大丈夫かな。もう大丈夫だ。まだかな。どうしたんだろうね。遅いね、おじさん。とにかく気を限りここの家を出てってもらうからね。何にも言わないで田舎へお帰り。そりゃ帰れと言われれば帰りますけど、どういうわけなんでしょう。
まあ自分の頃によく聞いてごらん。私が改めて言う必要ないはずよ。私にはよく分かりませんです。お浜さん、まだそんなこと言うの？あんたがどうしても知らないって言うなら私が。ミネ、もうやめておくれ。二度とそんなことは聞きたくないからね。さっぱり私には分かりませんけど、そんなに私のすることが気に障るんでしたら仕方がありません。帰らせていただきます。なりませんでしたわ。そんなことはないだろう。第一、君は随分変わったじゃないか。あら、そうですかしら。東京でいいのは子供たちだけでしたわ。後の人は変な人ばっかり。この人、私たちがいつかなくしていたものをちゃんと持ってる人だったのね。それがのり子さんに分かりました。すっかり感心しちゃったわ。だってね、この間の上海で近所の人がみんなママのことを褒めるんでしょ、うん、私どういうわけですかって聞いたら、ほら、桶屋のおさんのことや洗濯の一件がすっかり分かってしまったんです。そしてね、お母さんのことまで褒めるんでしょ。そのうちの奥さんは女中で分かるんですってなるほど。で、お母さん何て言ってました？お母さん、なんだか困ってました。でもね、一番手を叩いて喜んだのはお父さんだ。Thank you.
嫁に行くんだし、あんたもあんまり年を取らないし身を固めた方がいいわね。奥様、私なんかもらい手がねしませんわ。ところもあるのよ。本当でございますか？本当よ。あんた、魚屋のおかみさんになる気ない？あら、あの魚達でございますか？そうなの。あの人あんたが欲しいんだけど、どうしたらいいだろうかって相談に来たのよ。あら、私どうしましょう。でも奥様、そうなりましたら代わりがございませんと。奥様が、うん、それはいいのよ。のりこだってとしこだって立派に働けるし、本人たちもその気になってるんだから。これもみんなお浜のおかげね。お浜さん今頃どうしたでしょう。あの人もきっと幸せにやってるよ。ああ、国が広く太平洋へ、よいやせ続ゆく方、次の旅、そりゃさ旅の運動で心がそろう、そろう。随分変わったの。まったくだ。綺麗にはなるし、女らしゅうはなったし、あれでは石黒先生の奥さんにしてもおかしゅうねえの。まったくだ。